はは、い、さんんこにち村長ですクリエイターの皆さんそして DTM をやっている皆さんも YouTube のハンドルネームはお付けになりましたでしょうかなぜ今日こんなお話をするかというと2023年7月あたりから YouTube の方がコメント欄とかそういったところで数ヶ月前から始まっているハンドルネームというので 表示をしたりするようになるようです。僕の場合は村長 S oncho ですね。このネーミングをつけてあるわけです。けれども、ハンドル id というのは世界で一つだけです。ですから、逆に言えば同じ id というのは使えなくなりますので、早いもの勝ちということになります。もうハンドルをつけてらっしゃる方も。 おられれると思うんですけれどももしまだやっていないという方がおりましたら是非とも早めにですねハンドルをつけないと思うようなハンドル名がつけれなくなってそしてコメント欄の方に返事を書いたりコメントをつけたりしても「えそれ誰?」というような名前になりやすいこれがもう目前になってきましたので皆さんに 今日はお伝えしていますハンドルネームの付け方というのは今画面にありますように自分のチャンネルですねその右の端の方にこういうアイコンがありますここを押すと YouTube Studio というメニューを実行することができますこれを実行すると YouTube Studio が立ち上がりましてこのように ダッシュボードかから見える方が多いいではないかなと思われますこのダッシュボードのところのカスタマイズというところを押しますそうすると上に3つレイアウトブランディング基本情報というのがありますのでこの基本情報のところを押しましょうそうしましたらここにアカウントというふうになっていますここに A 数字を追加して固有のハンドルを選択します。ハンドルは変更後14日以内なら元に戻すことができます。ハンドルは14日間に2回まで変更できます。という風になっています。ですから、僕の YouTube の URL というのは、このハンドルネームの下にありますように、https、 コロンスラッシュスラッシュの www.youtube.com スラッシュアット村長ということになります。このアット村長というのが、これからいろんなところで使われるようになりますので、先ほども言いましたように、早いもん勝ちですので、ぜひとも今のうちに取っておきましょう。まあ、今のうちと言っても、もう遅い目ぐらいかもわかりません。 なるべくわかるような名前。もし自分のチャンネルでいろんなコンテンツを発信しているんであれば、やはり誰かということがニックネームでもいいからわかりやすいようにしておくことが重要になるのではないかと思われます。特にビジネスでやっているような感じの方には重要なことですので、再度チェックをしてみてください。今日は YouTube のいろんな場所でハンドルネームというのが使われるように随時なっていくということが発表されましたのでお伝えしておきます。村長スタジオでした。